でですね、これが、今研究の当面のところの総括です。で、僕はですね、2003年ですね、臨床的人間形成論の構築って大学教育の実践的な認識を手がかりにという学位論文を出したんですけども、でその時にですね、学位論文に入れなかったちっちゃい論文でですね、ちっちゃいじゃなくて重要な論文を集めてですね、ご覧のように子どもの人間形成論、青年の人間形成論、大人の人間形成論、老いとしの授業という形でですね、ライフサイクルに沿った相互形成の問題を事例を中心にしてですね、作り上げた。これはだからドクター論文のあまりですね、ならなかった部分を集めて作った論文集です。で、これ全部ですね、事例研究で通したかったんですね、本当は。子どもと大人のやり取りはホスピタリズムのところでできましたし、児童虐待でもできたんだけど、本当は青年のところも事例研究でしたかったし、老いとしもですね、事例研究で通したかったんですけど、いろんな事情があってできなくなったんで、ね、残念なことしました。今度もうちょっと命が長引くようだったら、すべて事例で通してこういう本をですね、作りたいと思ってます。で、これそれからですね、実は本当に劇的な変化が、ね、大学教育の世界に起こったんで、それからその後ですね、いろんな原理論とか哲学の本の仕事も蓄積しましたんで、そのまま学位論文が出せなくなりましたんで、半分に分割してですね、全部最初まとめたら3倍量になったんで、これ3倍量って本にはならないわと思って、2倍量ぐらいにとどめてですね、それを2分割してですね、本に出すことにしました。で、前々半の方が大学教育の関係で、これがもうすでに本に出したんです。で、後の方はですね、臨床的人間形成論の系譜論というので、京都学校の方から始めて、森先生の議論へという形の議論をやったり、人間形成論、臨床的人間形成論、それの展開という形でですね、本を今作っているところ、これが第2項が終わるということなんで、もうじき本が出せるだろうと思ってます。見てみたら分かりますようにですね、上の2つはですね、臨床的です。で、下の1つはですね、前から人間学的です。で、一巡してですね、なんか臨床から人間学というところでですね、終わってくるというところがですね、今の状態かなというふうに思っています。で、もう一度ですね、だから気持ちとしてはですね、臨床の方に入りたいというふうな気持ちが強いので、なんとかしたいというふうに思っています。で、人間学思考と臨床性の思考というのをですね、交互に受け止めて、これを手がかりにして、なんか臨床的人間形成論というのを作っていくという仕事をですね、今後もしたいというふうに思っています。で、これ、もう時間、最後にしたいんですけど、森先生のですね、本で、これ最後のところで、森先生、面白いこと言ってましてですね、論文とかですね、著述、論文をですね、書いたり、議論をしていったりするときにはですね、なんか和歌だとかですね、俳句みたいなのが、ね、全然出てこないっていうんですね。ところが、論文を書いたりですね、本を書いたりするのは、停滞するとね、何を調べたらですね、和歌だとか、俳句だとか、わーっと出てくるってですね。だから森先生はですね、死んだ、亡くなった後にですね、膨大な数のですね、和歌だとか、俳句がですね、残されてまして、そのうちの一つがこれで、これは多分本の中に引用してると思いますけど、物事の深く見えくる弱いにて、早く果てゆく命悔しくっていうですね、のがあります。で、これは僕はですね、ものすごくですね、すごいなと思っててですね、60歳だったね、なった時。物事の深く見えくる弱いにて、60歳。それなのに物事が深く見えてくるんだって言ってるんですね。だけどそれはもう死んでいくって、それが残念だって言ってるわけですね。ストレートだよね。何のあれもないって。ですけど。で、僕はもう森先生の年齢をですね、4つも超えてしまいましたからですね。こういう感じがあるかったら、実はですね、なんかある感じがするんですね。なんかちっちゃいものにですね、膨大しなくてですね、なんかこう、今まで思いもしなかったようなものの間にですね、同一性とかつながりみたいなのが見えるっていう感覚が僕にはあったんですね。で、これなんとか説明してるのは何だって言ったら、エリクソンがですね、老いのウィズダムということを言ってるんですね、H っていう。で、老いのですね、ウィズダムっていうのは何だって言ったらですね、その老いた人はですね、引退してますから。で、引退してですね、現世からちょっと足抜いてますからですね、利害をちょっと調達してるんですね。で、その利害を調達した人はですね、逆にですね、深い部分ですね、見える部分がある。それをですね、多分ウィズダムってですね、呼んでると思うんですね。で、ああ、僕だってひょっとしたらこういう形なんですね。
今まで見えなかった深いレベルのですね、ものが見えてくるって、ウィズダムがあるんじゃないかなということを、バカなことをですね、矢野さんに言ったわけですね。そしたら矢野さんがどう言ったかって言ったらですね、それは田中さん、違いが見えなくなっているだけだよ。って言いましたね。なんてことを言うよ。つまりですね、脳が老眼になってるっていう。これはなかなかね、すごくてですね、僕は本当に考えるのに面白いんですけど、当たってるわけですね。だからただ単にですね、だから深い同一性とかですね、共通性が見えてるっていうのはなくて、単に脳が老眼になってるだけなんですね。という部分もある。で、だからですね、その、どう言ったらいいかな、H なのか老眼なのかっていうのはなかなか難しいところですけどですね、でもどうしたってね、老いっていうのはやっぱり引退っていうことを考えざるを得ないわけだから、だからその意味ではですね、どっかのところで理解の調達によるなんか H とかウィズダムっていうのにですね、近づきたいと思うんだけど、それができたって言った途端にですね、大抵ですね、それはですね、単なる老眼だという問題があり、でこれは両方ともですね、相殺していくっていうかな、変なふうにならないための装置としては非常によくできてると思うんですね、このウィズダムと老眼っていうのはですね。で、これでいこうって僕は思ってます。で、老いの H っていうのはですね、今日使ってきたこと、盛んに使ってきた言葉を使えばですね、要は理解を調達して上からバーッと見ていくですね、鳥の視線だと思うんですね。で、その鳥の視線から見るとですね、なんか違いがですね、見えなくなっちゃう。で、老眼になっちゃう。で、それは老眼にならないためにどうしたらいいかって、どう考えたら虫の視線っていうのを取らざるを得ないわけですね。で、虫の視線と、それから、なんていうかな、鳥の視線っていうのでね、両方とも、やっていく。つまり活動というのと引退というのをですね、だから適切なバランスを取っていくというのがこれからのですね、僕の仕事になるんだろうって思っております。というわけで、お願いします。